ハピラジ。ハピラジはフーザビッチボーカルとギターのエヒです。ハピラジはフーザビッチボーカルとベースのナオです。この番組は間もなくキャリアが20年に迫ってきた私たちフーザビッチが自身のキャリアを振り返るという建前で様々な話をしつつ、皆様からいただいたお便りを通じてリスナーの皆様と共にイデボタ会議をするレギュラーラジオ番組です。ノンタイアップが売りのゆるい番組、だいたい隔週更新、だいたい30分から45分、基本行き当たりばったりという名の自由な番組となっております。お便りもお待ちしておりますよ。ということで今回もよろしくお願いします。はい、というわけで、こちら、はい、楽しいハピラジの時間がやってまいりましたけど、いいですね、5回目がやってきましたね。はい、5回目ということで、前回のね、あの大暴露大会を受けてご感想いかがだったですかっていうね。大暴露大会がもう女優ね、まずなんかライブハウスさ、ね、その後の放送後のさ、ライブハウスパーって入った時にさ、女優みたいな。みたいな。じゃあほんでさ、あのラジオがあの発表されて、で配信された後、あのファンの方がさ、本当リサーチ力すごいよな。ないね、昔の、その直しがね、出たね、出演したとされる4人も奇妙な物語の、ね、はいはいはい、あの YouTube を、ね、上がってるんですよ。これそう、でももう今消えてた。あ、やっぱあかん、やっぱ多分、急に見られたりしだしたから。そう多分そうやと思う。はい、まあ、本当はねダメなんだろうけど、一応まあそうやってバンとこう、これの中のどれが直しやろみたいなさ、リサーチ力よ。すごいよな。やっぱなんか分からなかったけどな。まあまあまあ分からんでええんですけど。はい、いやいやいや、そんなね、はい、じゃあエヒさんの方はどうでしたか。あのピピピピピの。あ、ピピピピピも私はね。収録の後ちょっと 2,3 日ちょっと後悔若干しましたけど。なんで、いや、なんでよ、めっちゃおもろかったよ。ちょっとさらけ出しすぎじゃないですか。いやいや、あとね、母が聞いてるっていうところでですね、あ、また思い出させるっていうね。あのお母さん涙なしでは聞かれへん。そうなんですよ。だからちょっとまああとまあよう笑うなっていうね。ああ、なるほどね。LINE は届きましたね。よう笑ってんな。お母さんから。あ、楽しそうやな。よかったなー言って。ということで。まあそんな感じでしたけど、まあ、まあね、まあ私たち素を出せて喋れてるんちゃうかと思います、ね、いい場になってると思いますので、はい、ほんまありがたい。ハピラジありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本当にフーザビッチのハピラジ。じゃあこんなことについて話してくださいなというテーマが届いておりますので話していきましょう、はい、ということで、ですね、フーザビッチのメンバー手縫いグッズがファンの皆様に大好評だと聞いておりますが、その他にグッズ企画など、はい、なんか過去のものとかあったら教えてくださいということですね。まあ本当にね、あのこの手縫いのね、あの私たちね、これあの、まあ、ちょっと初めて、ね、知る方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっとね、T シャツとか、まあ、バッグとかね、タオルとかね、タオルとか巾着とかコインケースとか、もういろんな、まあ、もちろん CD もちろん含めですけど、グッズでもいろんなものが作ってきたな、ね、ありますでしょ、ステッカーとか、ね、まあ、私たちやっぱ18年間もずっと活動してきてるわけですから、様々なね、そうですね、T シャツもね、何種類出したか分からんぐらいね、はい、出してますけど、なんでちょっと珍しいなっていうものをちょっと出したかったんで今回あのもう手縫いの人形をねグッズで出すっていうことをやったんですよ。家でチクチク。そう、並縫いですけどすいません。でちょっと荒いですけどすみません。そうですね、ちょっとクスッと笑っていただければというね、はいはい、私とね、まあ、あの直しで、一体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 塗って綿入れてそう、ね、まあ、あのなんていうの、イラストデザインは私がさせていただいて、 そうですね、でそれを、まあ、めっちゃ可愛い、可愛かめっちゃ可愛い、めっちゃで人形にしたら可愛いんじゃないかっていう話のとこから、はい、どんどん広がっていって、あの車のさ
あの、なんていうの、あ、ダッシュボードね、とかにね、あのこうちょっと並べて置いてもらったら可愛いかなっていうイメージとか、可愛い、あとバッチにしちゃったりとかね、後ろに安全ピンつけてね、あとクリップとかにして、ね、人形のね、そういうのを作って発売させていただいたところ、はい、まあ、好評で、あの皆さん買っていただきました。ありがとうございます、はい、ほんまに。もう次はいつ現れるかわからないぐらいの労力なんで、そうですね、まだもうちょっと残ってるかなっていうね、はい、感じなんで、はい、ぜひ、まあ、ライブに来て見かけた方は、はい、手に取っていただけたら、ね、ぜひよろしくお願いします、はい、で、ね、グッズ企画があればっていうことで、次のグッズ、まあそうですね、まあ次のグッズちょっとまあいろいろ考えたいとこですけれども、私ちょっとさ、この間思ったのは、お香立てを粘土でこねてっていうかそれ昨日言うてたわ昨日、どうですかってこれ昨日他のバンドのあれ見て、お香立てえな言うて言うてた、その人は多分売ってたわけじゃなくて、なんていうの、ただなんていうの、あの飾りで置いてはったんやと思うんですけど、あの お香立てみたいなとか粘土で粘土でこねるこねて乾かして色塗って一点物にも程があるなグッズとしての展開が全然されていかないっていうね、あんまりね、今もほらいろいろほら IT 化も進んでさほらデジタルな時代になったでしょ、まあまあね、だからあえて ね、 そうね、手作りっていうこういうもうほらもうね簡単にはできないけど、でも結構ほら簡単にはできるよ、あのこねてお香を立てはだってあれって紙粘土で、紙粘土で、あ、そういうことか、私家にあります、紙粘土、はいはいはい、紙粘土はさすがにないけど、私持ってるんで大丈夫ですあのそのうち出てくるでしょ紙粘土か、はい、あれは紙粘土でいいのか、なるほど、まあ、だから、うん、あのね、こうな過去やったことあるんですよ、だから、まあ、手作りは人形とあの、まあ、しかないけども、あのほら何十枚か限定でジャケットを1枚ずつ全部手書きにして、手書きのねジャケット全部絵が違うんですよ、はい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 、もうほんと限定のその期間しか売ってない、ね、CD を作って、で色塗ってね直して、そうそうそう、で本間初期の頃で言ったらさ、デモ CD みたいな、自分たちシールをこう CD に貼って、ね、そうそう CD にこうそれぞれがあのデザインしてみたいなのとかも、そんなやってたな、そうそうそう、だからやっぱ結構アナログなね、あの確かに確かに、まあだから、まあ、今度はまあだからそういうことを考えると、紙粘土使ったお香立てもしくはお香立てじゃなくてもいいよね、なんやろな、いろいろ箸立てでもいいんです、箸立て、あのどういう風に転がしてもよろしいんですか、箸立てって、箸大きいの箸大きい、ごめん、そう箸大きい、箸大きい、 あのさ、箸大きいやん、歯ブラシ立てるやつみたいな、あれできるやん、無印商品に立てるようなやつな、そう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 、いろいろあれって、あれっていけるやん、あれめっちゃ簡単やもん、でもちょっとやっぱり、あ、でもあれ色つけて、それやりましょう、採用歯ブラシ今ちょっと自分で欲しいものをあげてみたわまあちょっとお楽しみいただけたら、そうですね、じゃあ次は紙粘土バージョンをぜひお待ちくださいということで、はい、はい、で次はですね、はい、じゃんけん強いのどちらですかということでじゃんけん強いやったらいいじゃん、今やったらいいじゃん、これ最初はグーの パターンでいいですよ、いいですよ、はい、いきましょう、はい、最初はグー、せーの、最初はグーじゃんけんぽい、ちょそうやラジオや、そうや、最初はグーじゃんけんぽい、あ、やっぱこの放送変わってんねん、え、あれや、あのね、今も実験してみたんです私は、はいはい、あのね、じゃんけんってさ、アイコンになるでしょ、はいはい、アイコンになった次、もう一回アイコ出すねんって、同じやつを、はいはいはい、今の場合やったらチョキチョキやな、そうすると、確率が上がるんだって、勝つ？でも何回もやってるけど負ける時も結構あるから今ちゃんたまたま私が勝負弱かったよ、そうだから多分私が強いかもしれません、まあ合ってるかもな、でもあんまり分かりません、うん、そんな真剣に語る質問でもないですね、じゃあ次行きましょう、行きましょう、はい、
これあれですね、この間のライブの、はい、あの後のツイッターで、はい、あのエフちゃんがですね、サイレンズの庄司くん と、橋口かなでやねハッサンと矢島 X 矢島事件について詳細希望ぬということで、あの あれですね、ツイッターに上げてやったやつやな。あ、うん、そうです。あの、まあ、概要説明するとですね、あの、まあ、前回イベントに出させていただきました、フーザビッチ以外は全員男性のバンドさんアーティストさんなので、で、まあ、あの共演させていただいて、こう言ってんでこう言ってんだったんです。別に強調する、まあ、そこはいいんですけどで、まあ、あのその日あの公演が終わりまして、次の日ぐらいかな、ザ・サイレンズのね庄司君から LINE が来まして、うんうんうん、あの僕のマイクを持って帰ってませんかと。はいはいはい、あの、うん、結構ボーカルの人はマイマイクをこう持ってることが多いんで、はい、うんうん、自分のマイクをね、で私は、分かりません、うんうんうん、あのカバンも見たらないし、はいはいはい、自分のはちゃんとあります、うんうんうん、ほんでなんかその直後ぐらいにまた連絡来て、うん、で、何だっけ、ハッサンだな、ハッサンが矢島くんのも、何だっけ、どう言ってたっけなとにかくですね、まあまあ、庄司くんのマイクを、ハッサンが持って帰って、ハッサンの矢島くんが持って帰ってるっていう、それぞれがずれて持って帰ってたってことね、っていうご返信をいただきまして、はい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 、何やってんのそれって思ったけど、男3人であのめちゃくちゃこれ可愛いなという可愛いエピソードやなと、あの思ったんで、私はちょっとツイッターに上げさせていただいて、なるほどなるほど、まあ、これをね、あのちょっと見ての、あのなるほど、そういう詳細教えてくれて、結局、うんうん、結果としては、うんうん、あのハサンが2本持って帰ってて、矢島くんは濡れ着濡れ着にあったんですけど、これは説明しないまま終わったんですけども、なるほど、じゃあ矢島くんは、まあ、潔白ということで、はいはい、ただもう本当に、うん、あのまあ男性全員ではないと思いますが、うんうん、まあ、バンドさん、はいはい、あのほんまに楽屋あのパンツとか落ちてるわ、落ちてんのよあのほんまにびしょ濡れのパンツが落ちてるわ。いや別にうちらね全然かまわんっていうか、なんか結局、まあうん、まあ別にねそれあの見るのが嫌とかケアとかではないですが、はいはいはい、ケア恥ずかしいとかじゃなくてな、そういうケアじゃないですけど、うん、汚いね、いや、そうやっぱりね、やめてや、履いてたパンツをねそんとそこらにポンポン楽屋一応ね皆さん共用で使ってるんですからっていう、あともうだから女性の楽屋、うん、女性だけで、うんうん、イベントな、そうやな、うんうんうん、まあそれはまあたまたまかもしれませんけど大体がですね、うん、でも綺麗よ、楽屋めっちゃ綺麗です、そう、もうこれは想像を超える綺麗さで、うん、まあ、この間もルピナスっていうやつを出させていただいてるんですけども、うんうんうん、シェルターの楽屋もめちゃくちゃチリ一つないんちゃうかっていうぐらいの荷物もねまとまってるし、はい、まとまってだから、まあそういうね綺麗にしとけばこんなマイクがこんがらがってあちこち行くこともなかろうしと思うんで、あのパンツとかまずまず自分のパンツは自分のちゃんと自分のカバンにしまってください。お、はい、心して聞けよ、はい、まあ、男性諸君、あのパンツ脱いだ人はあのこのボーカルの人はじゃないと、あ、じゃないと、ないと思いますよ、多分、はい、あのドラム感同じ人浮かんでたわ多分ね毎回なんかあの人が僕のですって言ってすいませんって言ってえいねすいません来るあのキャラのね人かなと思うんですけど、とにかくだからまあそういう感じ、そう、ね、楽屋事情も話すればね、そうですね、はい、まあだからあの姉さんの言葉を心して、はい、あの男性諸君綺麗にね、いやそんなこと言いませんけど言いませんけどね、もちろんね、はい、パンツはしまってくださいということです、はい、よろしくお願いします。はい、次はですね、あ、読むか、あ、じゃあ、なおさんのツイッターを見てると舞台を見に行ったりされてますが女優業再開などはありえるのでしょうか。待って、あのね、うん、そもそも女優業を別にやってたわけじゃない。やってたって言ってええやろ。再会って大ごとな。何年越しにか。何年越しに大ごとな。でもまあ芝居好きやな。見に行くのたまに。見に行くのは好きで、そうそうそう。ね、なんかね、うん、まあ、あのたまたま好きって言ってたところでお誘いいただいたりとか、うんうんうん、もうするので、もう見に行ったりは好きですけど、じゃあまあ再会しよっかな。やってみようかな。でもさ、バンドマンのさ、あの人もさ、なんか結構さ、なお芝居やったりしてたりしたりとかしてるし、確かに確かにしてる人いるよな。やりたいんやったらここで正直に、うんうん、やりたいって言っといた方が話もしかしてどこから来るかわからん。よろしくお願いします。ゆういやいやいやゆうじゃないのよ。いやゆう
だからそしたらさ、もしちょっとほんまあのちょっと分からんで家庭の話させてもらうけど、めっちゃ大きな話になりそうよ。いやいや、もしさあの髪の毛さ、あのちびまる子ちゃんみたいにしてって言われたら、できる髪染めて真っ黒にして、あちびまる子ちゃん、ちびまる子ちゃんの役来たらやるでもそれさ、フーザビッチに支障が出そうだから嫌やわそれは。一応こう本業はフーザビッチだからさ、フーザビッチに支障が出るの、まあ、ずらかぶるのは全然いいよ、それはいいけど、じゃあもうそこはあれない、けど女優魂は出えへんの、そこは魂ってだってそれでいいの、ちびまる子ちゃんでフーザビッチのライブまああの髪の毛の色、私はもうあの好きなように、あ、まあ、色はいいけど、そのガタよガタ、それ私近いからね割とおかっぱの時あるからね、あ、まあそうか、まあ、じゃあいいのか、はい、まあまあなるほどねっていうことで、まあ、まあまあまあ、やれたらやるみたいなね、まあまあまあそうですね、でもあの見に行ったりするのはもうほんま好きで見に行ったりしてますという、はいはいはいっていうことですね、はい、はい、フーザビッチのハピラジ、それでは、お便りの方紹介したいと思います。はい、ラジオネームヌーヌーチャンバラさん、はい、フーザビッチさんの紹介文章を見ていて思ったのですが、言葉で読むと標準語再生されていたのですが、実際はお二人は関西弁なので関西弁で表記しても面白いのかなと感じましたそこで、うんうん、せっかくですし、うん、紹介文章を関西弁テイストで語尾などもつけて読み上げていただけますと幸いでございます私のようなラジオは聞いていますが、バンドのことをあまり分かっていない初めましてに近いリスナーさんもバンドのことを知ることができる良い機会かなと思いましたので、ぜひ。なるほど、まあ、ありがとうございます、ありがとうございます。そしたらこんな感じでっていうのがね、まあ例えばフーザビッチのご紹介やでこんな感じで始まるということであの私たちのですねホームページにさ、あの文章書いてあるね、はいはい、わざわざ、ね、送ってくださったんで、はいはいはい、これをじゃあ大阪弁に変えて、はい、前半後半で分けていきたいと、わかりました、思いますが、よろしいですか、はい、はい、じゃあ私からあ、はい、行きましょうか、どうぞどうぞどうぞ、フーザビッチのご紹介やで柄悪いなどうぞ、はい、2005年に3ピースバンドとしての結成したフーザビッチ2013年に4月ドラムが脱退後エヒボーカルとギター、なおボーカルとギめっちゃ喋りにくいですボーカルとベースの2人で女性ツインボーカルバンドとして活動を再スタート、どうでしょうこのイントネーションはめちゃめちゃ合ってると思う、合ってる、これ合ってるやろ、合ってると思う、はい、うん、じゃあこれ続き、これ結構ね難しいんで、ちょっと待って、分かった、いきますよ、普通に読んで呼ぶんじゃなくて大阪弁やから、 OK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 、結成当初は音楽の楽しさのみを追求したバンドスタイルも様々な経験や活動を通じ生きるということにブーブー、生きるということ生きるということに、言うことじゃない、言うこと、言うことが生きるということに焦点を当てたエモーショナルな楽曲作品が多く見られるようになりますせもしくはなるなるやなじゃあ私が添削するからなおしはね、バンド名からは、バンド名からは、じゃあバンド名からはからはか、バンド名からは想像もつかないちゃ読みにくいな、めっちゃ読みにくいな、ちょっとそう想像もつかない、つかない、つかへん、つかへん想像もつかへん、切なメロ
ディーとメロディーちゃんメロディーブ切ななメロディーとメロディーと二人の声あそれと標準語かもな声と二人の声まずまずこれ意味聞こえじゃあ意味わからんかってくるどっちかどっちかちょっと読んで読んで読んでじゃあこっからいくで心をつんざくギターサウンドを軸に生と動生と動合わせ持つライブパフォーマンスを展開してますしてますしてますって言わへんかしてんねん自主レーベルスンレコード設立しまして設立しましてお気にお気にどうでしょうよかったですだからさこれほんまさ大阪弁ってさすごいこう上下確かに1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 やからもうこれやからまあほんまに割とはいイントネーションこれめっちゃ汗かいたあー面白かったはい、じゃあ行きます黄色いえみこさんですねふうだびつのえきたんなおたんハピラジワハピラジワちまちゃはざまかんぺいですあへやへやへや人からやったところでふうだびつのライブの魅力についてねまだ生で見てない方にも分かりやすくお伝えしていこうと思いますよかっこいいんですよだけどかっこいい俺見ていけば好きになってでも良いのよ的なバンドというわけではなく胸ぐらを掴んで聞けって、まあ、過去言う時もあるけどじゃなくてライブ終わってから帰り道につい拳をねよし明日も頑張って生きるかって握るんですよなんかね初めて見たキッズもその夜から心にリトルビッチを、変えるようなそういうズケズケしたこれいい意味でね心にしみる夜になるので皆さんぜひライブショーにお運びくださいませということでねあこの人 あの紹介文ってことがここはねはいなるほど、ありがとうございますまあでもまあそうね、うん、なんかそういう風に 見てくれてるってことだね、うん、この人はねまあやっぱり、うん、もうなんかねちょっとプチッと元気になってもらえるだけで嬉しいです確かにねなんか、うん、なんかこのもう大げさな大きなことはできへんかもしれんけど見に来て足運んでくれた人がちょっとだけ元気になってくれたまあそうねなんか、うん、とかその瞬間だけ ねでもねなんかこう楽しんでくれたら、うんうん、うちらはもうそれで明日も頑張って生きるかなんて、ねはい、言ってくれたらめっちゃ嬉しいもんな、はい、めちゃくちゃ嬉しいですよお便りありがとうございますありがとうございますじゃあ、はい、黄色いえみこさんのね、リクエスト曲をかけたいと思います、はい、2020年に再録されましたフーザビッチからマイポイントということでハピラジでは恒例となっておりますハピラジのプロデューサーから指令が届いておりますので読みますそれでは読みますどうもハピラジは今年はコロナが第5類になったりして今まで内向きだった部分が外向きに変わり始める頃だと思いますそこで3年前に比べて私ここ変わりましたですとかここ変わらないですみたいな部分があればぜひ教えてくださいはい、なるほどね。はい、
確かにいろんなことが変わった部分もあるし、とにかくですね、私はね、再三このアビラジでも言ってますけど、はいはい、何が変わった、体重が変わりました体重ね。そしてここ変わらないです、減らないことが変わらないまずこれはもう物理的にあのもう一番もう悲しい悲しい出来事、運動不足が、運動不足はあるな、ちょっと確かに、もうしかもその運動不足っていうあの日常が割とちょっと普通になっちゃったところもあって、あ、まあ、多少はジム行ってた時期もあったけど、これはいかんとね、いよいよ私は思ってます、あの、はい、体重に関しては、体重に関してでも、はい、そう考えるとちょっと意識して歩くようになったっていうのはあるかもしれない、なんかその運動不足、そう前より運動不足を解消しようと思ってっていうのはちょっとあるかもな、でも確かにそっか、私も万歩計をさ、つけてさ、ずっとこう確認しながら今日何歩歩いたとかさ、全然コロナ前なんて気にしてなかったけど、確かに、やっぱりこう今はさ、あれ今日は何前歩しか歩いてないから、やばいかなとかさ、そういうのは気にするよね、確かに、まあそれはあるかも、あと精神的な部分もなんか、そうね、やっぱ成長したと思う、なんか強くはなったのかね、強くなったし、学びが多かった、なんかまあ普通のこれまでさ、あの生活してきたさ、のがまあ本当に日常ってさ当たり前ではなかったっていうことをね、ちょっと感じる、まあ、なんか感じ、ね、簡単に壊れるというかさ、簡単になくなるんやなっていうのを、もろい飲んでもあったという、はい、なんか分かってたはずやけど、よりなんか身近に感じたなっていうのはちょっとそれはあるかも ね、だから普通にさ、あの外で外食してそうやな、楽しくお話ししながらさ、ご飯を食べれるっていうことなんかができなくなる時が来るなんて、我々はもう思ってもいなかったですし、そうや思ってなかった、もちろんライブも声出したらあかん、ライブがあるなんて想像ついてなかったわけですから、まあ、まあこの3年間を通してさ、できなかったことっていうのをさ、まあ、体験したり実際経験したことでできてたことに対するさ、あの、なんていうの、ありがたさっていうのがさ、より深みを増して感じれたので、まあみんな結構そうなんちゃうかな、まあね、まあまあ、世代によってもまた違うとは思うけどね、そう、でもまあいろいろ経験してきたからこそうちらはそれを言えるけど、何も知らね、経験せず高校生大学生で急にあれを食らったらって思うと ね、ちょっとね、かわいそうやしな、なんかそう、学生さんがやっぱね、なんか青春時代をね、なんかでもこのもうほら、せっかく5類になったということで、ここからね、思いっきり楽しんだ、エンジョイスクールライフをエンジョイスクールライフライブにもおいでよ。そうよ、私最近ちょっとね、なおちゃん、何、そう、今ちょっと話流れましたけど、全然いいですよ、あ、いいですか、どうぞ、あのちょっと英語勉強しだしたの、あれエンジョイスクールライフエンジョイイングリッシュ、あのなんだっけ、アプリみたいなんで、あ、でゲームっぽい感覚でできるから、ああでも私 でもまだ This is a pain とかいうレベルなんですでもな、え、何でやってるか分からんけど、私も最初の頃それでやってたけど、そう、でも繰り返し同じ問題が出てくるからいいのよ、あれ意外と、あ、やっぱり、そう、私そのアプリのやつ今350何日続いてる、それでやってんのか、それでもやってるし他でも勉強してんねんけど、はいはいはい、そのなんか記録を途絶えさせたくなくて、1日1問でもだけでもと思って解くねん、そう、今ね14日目。あ、でもいいよいいよ、絶対いい、そうですか、そう、まあ、途中ちょっとあのずるというか一日できんくてこうなんかみたいのもあった、そういうのもあるけど、ね、でも今ほんま、そうそうそう、私354日とか今続いてて、すごいな、そう、ペラペラやん、ほんじゃペラペラいや、あの本当に、いや、あの前々回の放送ですかね、あのアメリカツアー行きたいって、はいはい、ね、言ってたね、ちょっとこのまあちょっと経過なんかもちょっとね、ラジオではちょっとねお知らせを、はい、でもう直しもさ、あのいらん冗談でさ、ビザ取れまへんでしたとか言うてたあかんでとか言ってたけどたほんまにビザ取れへんかもしれません、ね、実際結構な今ちょっと時代的にな、めちゃくちゃ難しいことがちょっと分かってます、今ね、あのリサーチ中でして、いろんな方にですね、アメリカのツアーをするにあたりどういうことが必要なのか、ね、どう動いたらいいかとかね、はい、どこにビザって取りに行くんですかっていうレベルの我々から、ね、はい、始まったんですけど、まあ今ちょっとなかなかね、その
まあ、ビザにもいろいろ種類がございます、うん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 、で私たちはバンドで行くし、うんうんうん、まあ、そういうあるんですね、うん、そのそう種類がね、芸術のね、うん、例えばスポーツの人とか芸術の人とかが取るようなビザとか、それもねなかなか降りるのが難しいという、そう、ね、うん、まあ、そこまで分かってまして、そうですね、でしかもまあね、まあ、だから来年って言ってたのが、まあ、こんなね、まあ、ね、私も生きようよと言って恥ずかしいんですけど、まあ、そこもさらけ出してよろしいですか？でまあ、そうですそうです、無理かもしれません、ね、言っちゃった、いや、まあ、でもちょっとね、いや、行きたい気持ちだから、またリサーチしましょう、で今まだちょっとやってる途中なんで、だから、はい、まあ、新たな案として、はい、来年は例えばヨーロッパに行ったらいいんじゃないかとか、はいね、ヨーロッパの方が行きやすいと、ね、行きやすいとかね、はい、そういうのも出てきてるん で、そのヨーロッパはもう2回行ってますから、うんうんうん、まあ、ちょっともう1回 ね、それも含めてね、はい、っていうから、まあ、雑談させて、そうですね、雑談というか進捗報告、そうですね、報告ですね、はい、はい、またね、ちょっとどうなっていくのか皆さんにも、うんうん、あのお知らせしたいと思いますけど、そうですね、はい、現状こんな感じでございますので、はい、ブーナビッチのハピラジ、はい、じゃあ、流れもいいとこで、はい、お便りいきましょう、はい、じゃあ私からいきますね、はい、はい、サガラチさん、こんにちは、フーザビッチのお二人のお声のブレンド具合は絶妙ですが、ライブと CD を聴き比べると、んこれどっちだと思うことがあります。パートの割の決め方とか、ライブと CD で変えてるところとかはありますかと、はい、ありがとうございます、うんうん、だいたいね、レコーディングね始まる頃にはパートも割り振ってあるんですけども、うんうん、なんていうかな、実際変えたやつもありますね、あるね、うん、ライブで歌って、歌ってみたか、ベストワン入ってるやつかな、ね、あるね、スタジオで歌ってみたらちょっ と、 ちょっと違う、うん、直前にそう変えるとかもあるんですよ、うん、で、何パートの割の決め方とか、パート割の決め方とかっていうのは、うん、ですね、あの割と直しの方が低いとこでハモる方が多い、うん、多いね、うん、で私が高い方でハモる方が多い、多い、ね、主戦は、まあ、曲調とかその時のなんか、うんうん、あのイメージとかで変えるんですけど、うんうん、まあそこそうね、まあ、それで、ね、なんか私の方が、例えば低いとなんか良くないとか、めっちゃやっぱりそのイメージでやってても、うん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 、実際レコーディングした時にイメージと合わへんっていうのがあって急遽入れ替えたりとか、うんうんうん、そういうのもあります。そう、ね、なんか、うん、実際こうライブで、あ、ライブの練習を、うん、あの CD 撮り終わった後にやってみたら、なんかラインもちょっともうちょっとあるんちゃうかみたいになる時もちょっとね、あるしね、なんかそういうの、まあ、どんどん変化していきますね、うん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 、ほんで、まあ、あれですね、直しの方が音域は広いと思います、私の想像では、うんうんうん、まあ、私のこれ、あの 見立てでは出た、えひねの見立て、うん、見立てではね、で私の方が音域は狭いと思います、音域も、そうか、はい、以上意外でしょっていう、だからなおちゃんの方が高い声が出るっていう、あの上は、まあ、上かね、はいはいはい、あ、なるほど、はいはい、そんな感じで、あ、そうですね、はい、まあでも、まあ、その時々で決めてるというね、はい、ことで、お楽しみくださいね、はい、ライブも CD も、はいはい、ぜひぜひ聞いてください、はい、ということで、はい、はい、では次、ポンヒー改めヒーポンタさんいつも楽しく拝聴しております。さて、フーダビッチは今までたくさんの場所でライブをやってきたと思いますが、音作りについてあれこれ聞いてみたいです。機材全持ち込みなら問題ないのでしょうけれど、ライブハウスにあるアンプ類を使うとなると音はだいぶ変わるのではないでしょうか。持ち込む機材、ヘッドやエフェクターとかはどの程度ですか、うんうんうん、どんな音になるようにしてますか、うん、私の好みで言うとハイジャックの頭のベース音が大好きです。ちょいテンション緩めで、歪んだベコベコ音は上がります、うんうんうん、ってことで曲のリクエストハイジャックお願いします。大人の事情で難しければリンドンリンをお願いしますってこと。この人が大人です、はい、ありがとうございます、はい、うんうん、なるほど、音作りね、はい、まあ、確かにライブハウスによって同じ、例えば、まあまあ、アンプって、うん、あとキャビットヘッドって、うんうんうん、そのスピーカーと、まあ、その上の部分とね、まあ丸いのがついてるのがヘッドなんて言ったらいいんかボリュームとか、うん、
音の音色ね、音色とかトラブルだから言ったらローとかねハイとか、うんうん、その辺のこう、ま、こうなんていうかね調整をするのが上、うんうん、上の部分で下はねキャビって言って、ねうんうん、まあ言ったらスピーカー部分でここは大体私は借りるんですよ、うんうんうん、で自分の、マーシャルのヘッド、900っていうのはあって持ってるんで大体これをライブハウスに運び込んで、うんうん、それで私の場合はギターを音作りしてて、うんうん、でも確かにキャビがあのその言ったらねスピーカー部分ね、そうね、うん、が元気なライブハウスと確かに確かにちょっとねまあねみたいなたまにあります、ね、でも大体皆さんねちゃんとメンテナンスされてますし、うんうん、よろしい感じでやらせていただいてますし、逆にめちゃくちゃ急になんていうのめっちゃ荒々しく元気なとこもあるわけよ。なんかあ逆に普通よりもなんか、はいはい、ギラギラしてね。そういうのはまたねこっちもバーンと上がるしね、うんうんうん、まあそれはそれで相性なんかもあるかもしれないんですけど、まあ私は大体ヘッドはまあ持ち込んでるっていうことと、うんうん、エレクターはね、まあ、歪み、まあアンプで歪まして、まあ、他、ディレイとかそれぞれねワウとかいろいろ使わせてもらってっていう感じですかね。はい。ワウとか使ってたっけ？使ってね。ワウは使ってる。そう。あんまりわかちょこわかちょここうやらへんのですけど。はい。わかちょこやってこんの。ちょっとソロでバーッと弾いたり。はい。直、うんうん、しは。私はヘッドはないのでライブハウスのを借ります。でライブハウスに、うん、まあだいたいアンペグというまああの同じようなものがあるので、はい、それで音を作って、はい、でエフェクターに関しては。そのアンペグの、ものを使って一応それは歪みとして使ってるぐらいですかね。そんなに、うん、そうでもなんとなく同じものを使ってって言うと私そうあの音を作る時にはまず全部フラットにして、うんうん、でそこからまあ決めていくんだけどあとライブハウスのなりによって考えてるかなっていう感じかな、うんうんうん、アンペグ自体はさ出音全然なんかそんなにやっぱ変わらんそんなにフラットに全部にしたらんうんそんなには変わらんとか、うん、まあでもライブハウスのなりにもなるねんけどな、まあ、いやこれがね、まあ、だからねあのなんか全部がそのアンプとかがだけで決めれるかっていうとそうでもなくですね箱の作りそうそうそう天井の高さ、うん、めちゃくちゃ、ね、壁でね反響したりとかする時もあるから、うん、コンクリートやったらまたちゃうしとかそうそうそうだからね、まあ、そのライブハウスとそのまあそのステージのなりとか、うん、お客さん入った後またちゃうし確かにみたいなだからまあ言ったら私たちはねあのその、スタッフさん来れる時にですね、うんうんうん、PA のゆかちゃんっていうめちゃくちゃ可愛い女子がね、うん、いるんですけど人気者 ね, ね人気者のねあの、まあ、彼女に音を作ってもらうことが多くてです ね, ね、うん、まあそんなこんなでライブをさせていただいてるということなんですけど、まあ、だからかん、ね、面白いですよそういう意味で、まあ、そうそういろいろね環境はあれやった、はい、だからまあゆかちゃんがいれば結構ある程度、ね、安定します外音に関しては安定するかなっていう感じで、はい、そうですねそんな感じで作っております、はい、ありがとうございます。はい、それでは次のお便りいきます、はい、エビキチさんはい、キちゃんなおさんハピラジ ラジは今回は単刀直入に質問します、はい、もし無人島に1ヶ月暮らすとしたら何を持っていきますか、はい、ただし食料とかはちゃんと用意されてます、はい、あくまでも自分一人だけの時間を過ごすために持っていきたいものというお題です、はい、ちなみに私は全く弾けないウクレレとかを持って行ってずっと練習します。えらいねウクレレいいな確かに私ギターとか浮かばんかったもん私も浮かばんかっただってベース一人でなほんまやで無人島で一人でベースってなんか寂しすぎねちょっと嫌 やな、うん、これちなみに電波通ってます無人島ダメ電波通ってたら何でもいけそうな気がするよな、うん、携帯一個持ってったら私はねもうこれ、うん質問いただいて瞬間浮かんだのは、うん、iPad です結果でも私も Mac とか思ったわ Wi-Fi 大丈夫ですかこれ、 それは食料とかしか書いてないからWi-Fi いけるんでしたらもう iPad あ、まあ、でもね、あの iPad にオプションつけて iPad ペンシルもお願いしたいんです。さ絵も描けるし、はい、絵も描けますし、音楽も聴ける、まあ、ネットフリックスでも見て、まあまあ、何しに行ってんのっていう、主婦の豪快。
いやもうね時間があっという間に過ぎますからね。そうだね。あな、直しは何でしょう。いやでも私もこれ見て一発目に思いついたのは Mac って思っちゃったよ。あの iMac っていうか Mac パソコンね。パソコンって思っちゃったよ。そうね。だからもうこれはあの電波の Wi-Fi のWi-Fi の環境とかあの次 Wi-Fi が通ってるかどうかを書いてきていただいて。そうです、はい、ね。でも偉いね、ウクレレ練習とかってはい、さすがでしたね、はいはい、どうもありがとうございました。はい、フーダビッチのハピラジというわけでエンディングです。今日はどうでしたか。今日はもう関西弁に尽きるやろもう。あそこのあそこは早く盛り上がりましたね。あそこを聞きたい、はい、あの今日はあのバコンっていう笑いが出えへんまま終わったらどうしようかと思ったんですけどもうプレッシャーになってるやん。やっぱりねあのちょっとある程度のアベレージを保ちたじゃないですか。保ちたいそうですね、はい、いやーはね、まあ今日はちょっとあそこがハイライトです ね、 多分ね、はい、そう。まあでもなんかライブの声の話とかね、はい、音作りの話とかもできたんで、はい、またそんなようなお便りもあればぜひ聞かせていただきたいと思います。はい、はい、で告知とさせていただきましょう、はい、そうですね、はい、今月は私たちフーザビッチの、はい、イベント、はい、ザ・ベスト・オブ・アスのボリューム2第2回目が、はい、開催されます、はい、6月17日の土曜日下北沢のろくでもない夜にて、はい、アリカとザ・サイレンズとスリーマンです、はい、いや楽しみですねこれも嬉しいね、まあ、この、まあ、3本で考えていますので、うんうん、この第2弾目っていうことで、はい、まあ、この日も熱く盛り上がって、いや盛り上がるでしょう。もうねコロナも本当に先ほどありましたけど、うん、ね、あの5類になったということなんで、はい、皆さんと楽しんでいけたらなと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。チケット絶賛発売中です。よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、このラジオでは皆様の投稿をどしどし受け付け中です。お便り投稿フォームからお願いしますね。特に新しいリスナーさんご遠慮なくどうぞ。お便りの投稿フォームは YouTube の詳細ページやハピラジ公式 Twitter からもどうぞ。ハピラジ公式 YouTube チャンネルの会員登録と高評価もどうぞよろしくお願いします。というわけで終了です。ペットショップに行く前に捨てられた犬や猫の里親になることをご検討ください。ハピラジでは勝手にペットの里親になることを推奨しています。BGM はハサミマン。この番組は RRJ の提供でお送りさせていただきました。それではバイバーイ。